こんにちは、吉谷さん。すごいですね、吉谷さんね。コンスタントに動画の返信が来ます。非常に嬉しいです。このね、行ったら帰ってくるってこの呼吸がね、すごく嬉しいなと思います。まあ、これをね、できる人、そしてこんなことに付き合ってくれる人はもう吉谷さんしかいないなと思いまして、ここのね、信頼度はもうメガマックスですね。きっと吉谷さんも同じ気持ちだと思います。まあ、その中でこんな変なことをする人ってあんまりいないですよね。で、我々は、まあ、普通じゃないわけですよ。生き方も普通じゃない。で、普通の定義っていうのは私はね、平均的なっていう風な解釈ができると思うんですよ。1万人ぐらいの人を集めて、どんな収入源あります、どんなご職業です、どんな毎日送ってますって中で、大体7割から8割ぐらいが同じような形になるところに私たちは入ってないですよね。こんな YouTube バン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 やるような毎日で、世の中にどんなね、価値を見出してるのか、生産を促してるのか全くわからないですけども、確かにこの動画によって、何かに、ね、気づいてくださったりする方がいたりとか、そういうことなんだって考える方がいらっしゃったりとか、誰にも相談できないことを私たちになるね、相談してくれることもあったり、そこから解決を見出すってこともありますよね。まさに吉谷さんがね、なんでね、発信し続けるかというと、その自分の夢を叶えたいと、問題を解決したいって人がいる限りは吉谷さんやるっておっしゃいましたけども、私も同じですよね。私もね、求められてる限りこれをやりますし、求められていなくても求められるような発信をすると思います。まあ、おせっかいなんですよね。で、私ね、こういうふうな質問を視聴者さんにちょっと投げかけたいんですよ。あなたは麻雀屋に行ったことありますか？ね、麻雀屋、ほとんどの方が麻雀屋の前を素通りするし、麻雀屋が、あ、ここにあったの？みたいな、気づかないでしょ。ね。で、私は麻雀店のオーナー、10年ぐらいやってたんですよ。それこそ、誰にも気づかれないような、そんな暮らしでした。集客にもすごい苦労してましたね。で、集客に苦労するんだけども、お店はむちゃくちゃいいところにあるんですよ。でも気づかれない、入ってくれないって感じでしたね。信頼されてなかったわけなんですよ。そこでは、大した問題解決がなかったんではないかなと思います。で、今ね、直下塾という塾を運営してもう7年とか8年になりますけども、直下塾っていうものを運営始まって、その直下塾がね、ものすごく世の中のニーズにマッチしていたと思います。麻雀店の売り上げなんてもうね、話にならないぐらい。麻雀店は平均7人から8人で運営してたんですけども、直下塾は1人で運営してるんですよ。全くね、その束でやってた麻雀店、そっちの例えばね、10年ぐらいの売り上げが3億円ぐらいですね。10年のこんな一人でできるやんみたいな感じですね。同じ3億円稼ぐんだったら、従業員束になって店舗を構えて経費を払いながら3年間かけて3億円の売り上げ、しかも赤字、大体ね、経費が3億5000万ぐらいかかってるんじゃないかなと思いますけどね。だから5000万ぐらい赤字のはずなんですよ。ね、そういう店と、あとは赤字の出ようがないこのネットビジネスね。で、しかも一人でできると。で、1億っていう単位がそれこそね、10年もかからないと。このスピードだって3年とかで1億円とかいくわけですよ。まあね、これは私ね、予測していたような、していなかったような感じなんですよ。そうなるかもしれないなと思いながらも、不確定要素がたくさんあったんですよね。ではですね、未来は予測できないって言いますけども、今私がお話したようにね、ネットビジネスをやったからといって本当にお金の問題が解決できるかどうかわからないと。一生懸命やって一分の隙もない、正直にやったんだけども、でもただやったって頑張ったって結果が残っただけで、リターンというかね、収入にはならなかったっていう例は、それは山ほどあるので、それは受け止めないといけないです。事業なんでね、真面目にやったら確実に結果が出る事業ってほどでもないんですよ。真面目にやったけどダメでしたみたいな結構ありますからね。で、運っていう要素はだから無視できないわけなんですよね。でもね、やっぱり私が今回の動画でお話したいのは、ほとんど高い確率で、いやもう 100% と言ってもいいぐらい未来を予測する方法も実はあるんですよ。ビジネスには、ビジネスには確実にこうなるってことを予測して行うことができるんですよね。それは何かと言いますと、例えばですよ。例えば一つの例です。20年後に棺桶の売れ数っていうのは倍になるらしいんですよ。これ分かります？20年後には棺桶は倍売れるらしいんですよ。ねえ、やっぱり人が生まれてきた時って棺桶は必要ないですよね。でも人が死ぬ時ってほぼ 100% 棺桶を必要とするんですよ。で、幼児用品とかね、新生児用品っていうのは、これはね、中古っていう市場があるんですよ。だから誰かが使ったのをまたね、使わせてもらうとか、共有するみたいなシェアっていう文化があります。で、それはすごく低価格に出産とかね、育児ってものが抑えれるような工夫なんですよ。ところがですよ、棺桶って中古がないんですよね。これほどまでにたくさん売れるはずなのに、中古がないんですよ。
全部新品で売れるんですよ。ということは棺桶屋を始めたら外れがないってことなんですよね。でしかもこの棺桶屋をやるってことに気づいてる人とか、就職先に棺桶を作る会社って選ぶ人はほとんどいないでしょ。起業するときに棺桶を作る会社みたいなのないでしょ。これほどはっきりと未来が予測できてるものでも参入する人が少ないところっていうのはものすごくチャンスだと思うんですよ。ですんでね、やることが見つからない方はまず棺桶屋から始めたらいいですよね。で棺桶をもうどんどん作ってね、売るで仕入れてくる材料でトンテンカンテン組み立てる、これを効率化するだけでどんどん売れていくと思うんですよ。もちろん価格競争みたいなのあると思いますけども、おそらく棺桶はどんどん足りなくなります。作り手がいなくなるんでね。現役世代が減って大量に死者が出る。そして生まれてくる人は少ない。だから生まれてくる人が少なければ、例えばその生まれてくる人がね、20年後労働力になった時にまた少ないわけですよ。ね、2020年に100万人生まれた子供が2050年に30歳になった時に120万になってましたってことはないでしょ。で、何らかの原因で人は増えてはいかないんですよ。死ぬことは、途中で死ぬことはあってもね。そうなると100万人で生まれた子も、いろんなぶどまりがありますけども、例えば98万人ぐらいに減るはずなんですよね。そうすると労働力ってのはその分だけ減るじゃないですか。ということですよ。棺桶の作り手も他の物流の担い手もどんどん減るわけですよ。で、現役世代は減っていって、その職業に携わる人がいなくなって在庫で回すしかなくなるっていうね、そんな概念もあるぐらいなんですよ。で、在庫で回すしかなくなる時が来るらしいんですよ。もう作るのが間に合わない。消費だけはもうどんどん進む。60代以上の消費っていうのはどんどん拡大するけども、60代以上の消費を支える供給がもうどんどん先細りしていくんで足りなくなるらしいんですよ。途中から在庫で回すしかなくなるらしいんですよね。まあ、そうなるとどうなるかってことですよね。食料も在庫で回すしかない、医療品も在庫で回すしかない、その他移動手段も在庫で回すしかない、世の中の公共サービスもその現役世代が少ないんで、電車を運営する人がもう運転手さんが足りなくなってね、3日に1度の運営みたいなことになるんですよ。そこには需要があるのに供給が追いつかないっていう現実があるんですよね。ということはそこに最初から仕掛けておけば市場は取り放題ってことになるんですよね。こういうふうに未来を予測することもできるのに、例えば今お話したことで納得すると思うんですよ。棺桶は売れそうだって。でもやらないでしょ。やらないんですよ。で、やらないならまだしも、この情報だけでも流して、あ、そうか、すごい、そういう発想ってあるよねっていうふうに気づきを与えるために情報拡散、それだけでもいいんですよ。それだけでもしておいたらいいんだけども、結局両方やらないですよね。だからどれだけ学習しても、どれだけ勉強しても、どれだけ経験や知恵を積んでも、アウトプットしない、行動しなければ何も学んでないのと一緒ということが起きるんですよね。さあ、そこではですね、吉谷さんや、まあ、私のようにね、僭越ながら求められるからやるっていうところも当然あります。でも求められてないうちに発信していく、与えていくことをやめないってことをすれば、いつかは求められるようになるわけですよ。でも自分がこんなことできますよとか、こんなこと知ってますよっていうふうに発信しなければ、そもそも求められる可能性はゼロなんですよね。まあ、ですんで無数に発信していきましょうって話をね、吉谷さんね、お互いしてるわけですよね。ということで今回の動画は、確実に未来を予測する方法はあるというね、そんなテーマでお送りしましたけども、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。こういうネタはね、まだ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 あるわけなんですよ。例えばね、家一戸建て、これから求められるようになると思いますか。それとも供給過剰で余っちゃうようになると思いますか。じゃあそこに対してどんな商売を思いつきますか。これも未来を予測して確実に当てるためのビジネスの始まりと言えるんですよ。じゃあ考えてみましょう。それでは、いってらっしゃい。